の、 あの影響っていうのはボディブローみたいに効いてくるので、ちょっと交通税とか、あるいは飲食に税金かけろなんていうような話も出てきてるんですけど、ちょっとですね、自由な、こういう危機の時代だからこそ、自由だとか、こうしたものを大事に守っていく発信がいいんじゃないかな、経済守らないとちょっと、まずいなっていう感じはすごくしてます。頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。神奈川4区で活動しているいつも一生懸命岡島由香と申します。はじめまして。今日はですね、さっき街頭演説で応対させていただいたのは、海水浴場を開いた方がいいというようなことをお伝えさせていただきました。私も地元の海の家を経営されている方のお話とか、組合の方のお話をお聞きしているんですけれども、やっぱりこの今年はいつもと違ってコロナの感染が危ぶまれる中なので、だからこそ慣れないことをするよりも例年通り、ちゃんと海の安全を守るための、海の、海水浴場として開設して、そういう体制を整えている中で、今までも十分に皆様民間やお商店はコロナ対策を独自にされてきているので、わざわざガイドラインでああしなさいこうしなさいと逐一言われなくても、しっかり対策を取っているので、そうした民間の知恵やアイデアを大事にして、今年も海の家をしっかりと開いていくべきだと思っておりますので、こうした活動などをはじめ、皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。